開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、平和子と平井和孝です。山村留学から夏休みの間4ヶ月ぶりに帰ってきた小学6年生の息子カンタですが、お風呂で3人の戦国武将の性格を表した中野なら殺してしまえホトトギス織田信長、中野なら泣かせてみせようホトトギス豊臣秀吉、中野なら泣くまで待とうホトトギス徳川家康の言葉を私に教えてくれました。その後私カンタに聞いたんです。カンタだったらなんて言うって。そしたら中野なら僕が代わろうホトトギスって言うんです。私がそれは僕がホトトギスの代わりに泣くって意味って聞くと意外な答えが返ってきたんです。違う違う、そういう意味じゃなくて、ホトトギスが泣けるように自分が変わるってこと。例えばホトトギスの林に入っていって僕がホウホケキョって泣くんだよ。そしたらそれを聞いたホトトギスが釣られてホウホケキョって泣くんじゃないかなって、そんなこと言ったんです。さらにこれって鏡の法則と同じでしょなんて言うんです。私はもう驚いちゃって、お前すごいなって思わず握手しました。よく言われることですが、以前もこの番組で鏡の法則のお話をしましたよね。特に人間関係なんかで相手を変えてやろうってどんなにやってもなかなか相手が変わることってないじゃないですか。そうじゃなくて自分が変わることで結果的に相手が変わるというあの法則です。それを息子が言ったんです。息子は山村留学先にラジオを持って行って、そのラジオでこの番組を欠かさず聞いてるんです。過去のバックナンバーも録音して何度も聞いてるんです。小学6年生ですから、もちろんどこまで分かってるかどうかなんて怪しいもんですが、そんな言葉が出てきただけでカンタ成長したなって思ったんです。そりゃ山村留学先は集団生活ですから、人間関係だっていろいろありますよね。揉め事だってそれありますよ。でもそんな時に泣かぬなら自分が変わろうホトトギスって思いながら生活できたらめちゃめちゃ成長しますもんね。それではまた来週お楽しみに。開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。